かつて男たちは戦い、この世に一時の平安を残し、天に地に散っていった。だがその男たちの戦いの歴史も砂の中に埋もれ、人々の記憶から忘れ去られていった。そして数年後、平安は時とともに貧富階層の差を生み、同時に世は再び混迷の時代に向かっていた。来たぞ、あの囚人護送車を襲う。行こう、リン。彼らを解放する。ええ、バット。来た、ヤツらだ。北斗の軍だ。北斗の軍、今まで数々の囚人護送車を襲い、囚人を奪っていた神出鬼没の武装集団。師匠、何やってんだ。もう閉めろ。奴らを足止めするんだ。護送車の動きが止まった。前提の奴らを倒し、囚人を解放するぞ。はい。はい。囚人を渡すか。
1台は切り捨てろ。とっとと町に向かうんだ。反逆者たちがこのバイク一気に殺してやるぜ。こいつらを倒さない限り先には進めそうにないな。北斗の軍を食い止めろ。囚人は全員解放した。リンと合流したら引き上げよう。待って、私が捕まったという噂が流れているわ。町の闘技場で公開処刑が行われるらしい。これはどういうことなんだ、バット。とにかく様子を探るか。難民に紛れて町に潜入するぞ。これでは数が揃わんぞ。囚人はもう来ねえよ。てめえの悪だくみもこれまでだ。くっ、ならば囚人の代わりに貴様を売り飛ばしてくれるわ。Thank you.
先が闘技場よ。これより凛の公開処刑を行う。処刑される人間は誰でもよい。ただ凛という名を冠すればな。何人凛が現れようと構わず、群衆どもはその処刑のたびに逆賊の無力を知る。よせ、周囲は正規兵で固められている。命にだ。凛と俺がこれをタダで見ていると思うか。もう耐えられないわ。人一人救えないなんて。私は戦いのうちにシスコとを選びます。待て、あの女は助かる。リハク、何を言っているんだ。こんなに警備兵がいるのに誰が助ける。いや、一人。私たちはその男の名を知っているはずだ。あの男どうなってるんだ。一人でいるのか。どうなってる気なんだ。まさかこれは夢か。これだけの正規兵の中を眉一つに動かさず。貴様、どこから来た。北より、お前たちに死を告げるため。バカではないよ。なお聞こう。知ったところで誰に語ることもできん。俺に逆らうバカがこれ以上増えない。面白い思考を凝らした。俺たちが戦っている横で公開処刑を続ける。どうだ、皆震え上がるぞ。
何の化身だ。ただの人間だ。指令まで。リン、バット。バット、あなたが先に行くべき人よ。ケン、見て、バットの体には無数の傷が。その傷のすべてが私を助けるために。ケン、リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。それじゃあミリアさんは。短い人生だったが、ユリアは安らかに言った。リン、ユリアからお前にと。もらっておけ、リン。ユリアさんは自分にはできなかったことをお前に託したんだ。行くぞ、リン、バット。初めて私たちに一緒に来いと。あなたたちもすでに戦士ということだ。